痛い。あまり動かないで。傷口が塞がってないから、あと数日は休んだ方がいいよ。魔物がどんどん増えてきてますけど、最近何かあったのでしょうか。確かに妙な感じ。みんなくれぐれも気をつけてね。あ、でもそこまで心配しなくていいよ、私たちがいるから。だって弱者にしか手を出す度胸がないし、何回か懲らしめたら尻尾を巻いて逃げるはずだよ。あ、なんか呼ばれてるみたい。すぐ行くよ。お、どうしたんだ。どれもダメ。焼き入れが足りない。武器と防具は命に関わるものだし、いくら生産量が多いからって品質は落とせない。ああ、別に攻めているわけじゃないよ。それにあんたらのレベルがこんなもんじゃないってのは知ってるし。ちょっと休んできなよ。こいつらの調整はうちがやっとくから。シロネ、ここにいたのか。どうしたんだ。ん？あ、なんでもないよ。急いで作ったから不良品が出ちゃってさ。うちが調整しとくから大丈夫。これは能力の問題じゃない。あまりに根を詰めすぎて逆に失敗したんだ。そうならないよう、あんたらも適度に休憩を取りなよ。そういうお前だって疲れてるだろ。安心して。うちにとっちゃ趣味みたいなもんだし。出発！キニチ、無事だったんだな。よかったぜ。友達か。じゃ、俺は先に行ってるよ。また後でな。ハッ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 ハ。驚いたか。あんぐらいへでもねえぜ。途中でストップがかかってなけりゃ異国の虫けらを焼き尽くしてやってたところだ。心配してくれてたのか。礼を言う。俺なら平気だ。だが実際の状況はこいつが言うほど甘くはなくてな。隊長の部下どもは精鋭揃いでかなり手を焼かされた。いつでも撤退できるよう準備はしてたが、まさか神様と隊長が一時的な協力関係を結ぶとは。まあ中でいろいろあってな。機会があったらゆっくり話してやるぞ。ああ、何はともあれエンジン様の計画に一歩近づいたってことだ。これが最善の結果だろう。お前らのおかげだ。感謝する。だがまだまだ油断はできない。ちょうどさっき支部と一緒に出ようとしてたところなんだ。伝達師が召集を受けてかがり木の民に集まってる。そっか。じゃあこれ以上引き止めないでおくぞ。また今度な。おい、ちびにち、出発するかどうかこの偉大なる聖竜クフルアハウの意見を聞いてねえだろ。おい、勝手に行くな。回る時間だよ。オラル、ばあちゃん。ばあちゃん、思い詰めた顔してどうしたんだ。僕に言いたいことでも。当然よ。
自分が何をしたか分かってる？君を叱りつける材料をたっぷり貯めてあるんだからね。ちょっと待ってなさい。どこから行ってやろうかしら。ごめん。逃げないから謝るわけ？前回も前々回も大層逃げ足が早かったじゃない。あの時もちゃんと謝りはしたよ。普通の人なら一生やらないことを君は平気でやってのけた。指名手配されたかと思えば今度は遺跡でとんでもないことに巻き込まれるなんてね。今さら私に謝っても無駄。死にそうになった自分に謝りなさい。わかった、ごめん。ばあちゃん、弁明するつもりはない。全部僕のせいだ。気が済むまで叱ってくれ。今私が言ってることはすごく大事なことよ。真剣に受け止めなさい。真剣に聞いているし反省もしている。でもたとえ自分の選択が間違っていて危険を冒すことになっても後悔はない。何かしらの力になりたいと本気で思っているんだ。別に自分の存在が特別だと思ったからじゃない。自分の力を最大限発揮したいだけだ。結局いろいろな問題が起きたことは事実だし、ばあちゃんの言う通り謝っても仕方がない。けど他に何を言ったらいいかもわからなくて、しかもイファには宝石まで届けてもらった。言葉だけじゃ到底足りないだろうけど、それでも言わせてほしい。ありがとうばあちゃん。どういたしまして。イファにもちゃんと礼を言ってよ。わかった。ま、そこに関してはあんまり気にしなくていいけどね。実はあの袋には細工がしてあって、君の記憶をコピーできるようにしてあったの。全く気づかなかった。当たり前でしょ。伊達に年を取ってるわけじゃないのよ。気づかれるわけない。それからもう一つ、今回の行動についてエンジン様と関係者が話し合った結果、ナタジのルールを多く破ったことが確認できた。君はきちんとその責任を取らないといけないの。あ、でもまあ結果的に君のやったことに全く意味がなかったわけじゃない。確固たる意志で自分の限界を乗り越え英雄にまでなったんだからね。よく頑張ったんじゃない。さすがシトラリの孫ってだけのことはある。ばあちゃん、本当にそう思ってるのか、それとも旅人とパイモンに言いくるめられたとか。はあ、もちろん私の本心よ。こんな状況で褒められるなんて、昔だったらとっくに殴りかかってきてたはずなのに。ええ、ここからの話がまさにそれよ。足をへし折ってやるって旅人の前で誓ったからね。それは勘弁してほしいな。歩けなくなると困る。勘弁？ふーん、じゃあどんなお仕置きがお望み？功績を持って罪を償うつもりだ。だから今回は許してくれないか。自分の責任を全力で果たすから。わかった。少しだけ時間をあげる。君のお仕置きは経過観察の結果次第よ。あら、旅人とパイモン奇遇ね。やっ、スタラリー。ええ、子供の面倒を見るのはほんと大変。超わかるぞ。こいつの世話をするのも一苦労だからな。この間はお礼を言う機会がなかったな。旅人パイモン、遺跡で助けてくれてありがとう。あ、わかった。時間があったらまた会いましょう。オロルンに美味しいご飯をおごらせるから。おう、暇を見つけて絶対ごちそうしてもらうぜ。はいはーい。
明日はやることがたくさんあると思うし、今のうちにしっかり体力を蓄えないとな。準備はいい？オーケー。八神様に会いに行こう。